おはようございます。堀江里穂です。始まりました堀江里穂のリホリック。この番組は私堀江里穂と一緒にパチンコパチスロを楽しみましょうという番組でございます。今日狙ってる台がありまして、バイオハザードベンデッタを狙っております。大好きなバイオで、頑張って勝利を目指していきたいと思います。それでは行きましょう。せーの、リホリックできます。わー、イエーイ。はい、というわけで、今日はバイオを撮りました。イエーイ、やっと打てますね、動画で。はい、なので頑張っていきます。しゃあいろいろね、もう情報がまだそんなに出てないじゃないですか。そうですね。けどそれなりにちょっと動画見たりとか調べたりとかして、一応あ、これ調べたやつだとか思いながら、プライベートで打った時は若干思えたりしたんですけど、まだやっぱりね、そんな2000回転も回せてないからわからない。やっぱね、実際に調べてる時と打ってる時では変わってきますよ。そうなんですよね。あ、チェ来たんでチェリって言いなさい。チェス、チェが来たら強チェで、チェスチェだったら弱ですね。右の中段にチェリーが止まったら、どっちかわかんない。3連チェリーか、もしくは必ず右に強チェってことね。で、なんか実戦自分でしたときに、AT2 回入って、というか、AT には入るじゃないですか。そうですね、この台はチャンスゾーンとかがない台なんで、当たれば AT、ほんで1回目は97枚で終わっちゃって、2回目が、850枚くらい出たんですけど、クリーチャーバトルっていうものに入れるのがめちゃくちゃ難しくて、クリーチャーバトルっていうのは AT 中のチャンスゾーンですよね。成功すれば枚数を外れたり、ボーナスがもらえるやつが結構私苦戦しました。ただ両サイドの台は300ゲーム上乗せしたりとかしてる、してました。天井が810で、設定変更時が610プラスアルファ、なんか天井がやっぱり最近のスマスロの中でも手前にあるって思うと打ちやすい気がしちゃうんですけど、気持ち的にその数字だけ見てると。今日は朝一125、200かかんないくらいで当たるイメージできたが、こういう時もある。そうですね。なんか1人の番組じゃないですか、一応、なんですけど、1人で話すことの難しさ、最近すごい悩んでて、だって1人で6時間話し続けたことありますみたいな、ないですよね、大体生きてて。6時間以上やっぱやってますし、ね、そんななんか面白い話も毎日生きてて生まれるわけでもないから、難しいなって改めて思ったりはしました、自分の番組見て。あー、やっぱ早っ、早っ、2万早いね。早い。今日こそ ATM 行きか。なんやかんや私いつも低投資で住んでるので、そうですね、大負けしてないっすよね。リホリックの番組だけはまだめっちゃ負けてるとかないので、3回目だけですよね。それ以外めっちゃ勝ってるんですけど、朝一座って、最後まで同じ台でやり通したいですね。そうですね、同じバイオだとしても、って思ってるんですけど。そしてアリアスモードです。今のところ別に前半に来てたような感じと一緒ですもんね。痛いよね、看板落ちてきたらさ。あー、お。天井でした。はい、おめでとうございます。やっと、はい、650です。これではもうで、これちょっと良心的なのが必ず1個はバトルがついてくると。で、今この状態ですね。ナカリエルの第1ステージを引ければチャンスって、さっき織江さんが話してたやつ、はい、ね。あはい、入ったで1セット目に関してはダチョウの下でしたんですけど、キャラクターもまあまあいいので安いですし、武器もまあまあいいのが必ず1セット目は出るようになります。1セット目ははい1セット目っていうかまああれですね、1個目のクリーチャーバトルははい、じゃあここですね。はいマシンガンおおああやりますね、はい、ここはもういってほしいですけど、で30ゲット、ちょっとおまだわかんない、なんか引いていけない。何発ですか？120発くらいしかなかった気がする。一応300発あれば必ず撃破できるようになってるんで、少ないですね。勝てない可能性ありますね。ありますね。はい130発頼む。あーダメだったー。まだねチャンスあるんで、ベルで勝利抽選レア役でチャンス、キョチリは勝利濃厚、はい、おっあーこれ知ってる、うん、じゃないですか。ちなみに負けてるじゃんアリアさん。うん負けてる。ええはいはい105枚。ああで示唆も一応出ましてと。ダメだバトルです次。ああダメだー。リベンジルーパー入ってなかったです。弱そう星2だもん。ダメだとえちょっと待って、これなんだろう、良さそうじゃないですかこれ。それ4以上設定4以上っすよ。設定4以上やばこれ打つしかないね。そうですね、おめでとうございます。やったー。いやー希望が見えた。ああ銀トロね、まあ、銀トロは3以上です。あそうなんだ、はい、キリン柄で5以上ですね。金なら4以上、しごろ、はいしごろです。よっしゃーこれはやるっきゃない。頑張るこれ、はい、分かるだけで、はい、もういくらでも突っ込めますね。そうですね、うん、だってっていうことはないですけど、満枚もありますか。まあこれが一般、もちろん1でも満枚がありえるんで、うん、早い段階で出るのは嬉しいですね。嘘ーちょっと30本目やだねー。アリアスもまあこのね難しいのは特にスマスロ荒い作りですから、はい、高設定でもね深くなることはもちろんある、正直言うとまだ6の可能性がありますか。はい、ありますよね。もうこれって当たるじゃないですか、からこういう出てくるのも激弱でも当たるじゃないですか。だからなんか普通に激弱でも当たるゲーム数というか天井だから、これってどうなんですかね。どうっていうのは例えばこれが100とか200とかでこのシーンだったらだって敵は弱いから、まあそうね、当たる可能性はあるけど、まあでも、僕は今普通に考えるのは、まあ、弱い演出でも当たるんだろうなって思っちゃう、この前兆の流れ。これで41本、はい、おおあ、ギリギリ40本で足りましたね。入れちゃったけど、今41本は入れてます。742ゲーム投資41本です。ここからですね。ゴー、よし、決めるぜ。あとは出すだけや。チャンスかな。チャンス。あ、ナビが黒い、黒ナビ。本当だ。なんか言ってる。ああ、クリーチャーバトル。はい。ここです。ではクリーチャーバトルの文字、右の武器のところの文字。まあ今回初回なんで、あ、ライオン。しかもガトリングガン。うん、ライオンは突破すれば200枚以上のボーナスです、よし、これは突破しましょう。子役ですね。はい、子役で段数の上乗せいけない。お、プッシュ。お、いいねいいね。おお。結構乗ったんだよね。500乗った。もう300で勝利確定なんで。じゃあもうね。はい、これ枚数の関数も見えますね。はい、こうなってくると。しゃあ。お、まだ子役引けばリプレイ、あー、したらまあもう勝利確定してるんで、多分完走しますよ。完走してゲーム数が乗るはずです。よっしゃー、一応これをやる楽しみをね、800から意外と強い、長っ、あー、やったー、200枚。まあライオンの初期枚数ですね。ここからは25ゲームずつ上乗せがあります。よっしゃ。300に到達したら、それ以降はゲーム数当選に回ります。いきますよね、きっとね。あ、いかないかな。もう300あるから。やったー。プッシュ。30ゲーム。キラキラ300ゲームが欲しい。キラキラ、あ、いった、向かった、いったはいいが、はい、ここで行かなきゃ意味がない。リッカー、でもショットガンは子役の連続ですね。子役が途切れなければ、どんどんレベルが上がっていく、最初からダメだもんな。いけ、あ、リッシャー、ベッシャー、嬉しいですね。はい、20ゲームいただきました。よかったよかった。一旦ね、わやばいって。607枚、全然今 0.5 くらいだから、それなりの結果を見出していただきたいです。アリアスモード51ゲーム、100ゲーム以内のアリアスは B 以上に期待ですかね。B 以上、こうやって確定出してて苦戦してるじゃないですか。でもじゃあやめますってなって、多分私の後やる人が多分大爆発したりするんですよね。ありえる、そんなもんですよね。5系？あ、しまった。あー、第3停止でもう一回扉が閉まればいい。閉まらん、残念。ワンワンワン、星3つ、確かに。おお、当たってる当たってる。じゃあモード D、 これ D だったってことですかね。そうですね、そうですよね。349ゲーム持ちメダル、はい、持ちメダル、ギリギリ持ちメダルで349ゲーム、はい、204枚残して当たりました。一応 D だったか B だったか、ああ、そうかそうか、当たること結構強いんで。なるほど、そうか。今日マジいい思いできないな。いや、きつすぎる。ったく、こういう場合どうするんですかね、皆さんは。悩みどころじゃないですか。いつかいつかと願って3000里。ああ、見せたいですね、出玉を。キョーチェなんか抽選するかもしれないね、うん、しちゃったり。ただまあさっきのキョーチェリーもね、ありますからね。そうですね、もしかしたら全然ないかもしれないです、はい、まだテンションがハイには一旦なっておりませんので。そうですね、そんなに面白いことは言えません。サイレントモード、さっきのキョーチェからですね。基本継続は15ゲームか20ゲームなんで、後ろの煽り来なかったから多分20ゲームまで。おー、あー、赤いいよ、20。さあフリーしろ。終わんない。20ゲーム超えたんで多分当たります。焦る、このドキドキのバック。ああ、当たった、助かった、やったー。154ゲーム、え、本当に助かる。今ないの、何も私には。よーし、頑張ろう。ゴー。まだだもん。よーし、来た。はい。めっちゃベルト見だった。よし。よし。20なんで40。スロット、キョーチェ10ゲーム。おおおおおお、ください。30。ああ、始まりました。ぶらり途中下車の旅。はい、というわけでいきなりですがお昼ご飯の紹介をしたいと思います。久々にラーメン屋さんに来まして、俺流塩ラーメンみたいなタイトルのものをいただきます。そしてスープはかなりあっさりめで、麺も透き通っているのでほぼ見えない状態の麺となっております。そして卵は2つ浮いてて、黄身の上にもさらに何か浮いてますチャーシューは本当に焦がした感じが美味しそうですね。はい、今の私にこのラーメンの汁は染みるかと思います。いただきます。うん、うまっ。久々に染みるラーメン、うまい。本当だったらね、ラーメンライスをいつも食べるんですけどね、さすがに今ダイエット中なんで。何ピンドールがいいんですか？グリピンドールがいいでしょう。このガタが組み上げ坊主だから。というわけで、お昼から戻ってきました。お昼って言ってももう3時半なんですけど、そうです、ちょっと遅めのご飯でしたね。この後も引き続き追っていきたいと思います。今1000枚ちょいあるので、とりあえずその1000枚でどうにかこうにかやったりたいと思います。はい、とりあえずプラス域までは持っていきたいですね。はい。いや私ラーメンとご飯が大好きで、セットで食べるのが大好きなんですね。なんですけど、なんかわかんないけど最近食べなくなって、食べないことが当たり前みたいな感じになってたんですけど、久々にね、さっき砂利さんとラーメンを食べて染みましたね。あー、ラーメンやっぱいいですね。最高ですね、はい、なんか夏バテのせいかお腹は空くんですけど、何が食べたいかって言われると分かんなくて、はい、で昨日夜仕事だったので、なんか口に入れなきゃと思って家にあったカップラーメンをお湯入れたんですけど、やっぱ匂い嗅ぐだけで気持ち悪くなっちゃって、で結局半分は食べてちょっと残しちゃったんですけど、完全なる昨日夏バテだったのかモノマネが本当に嫌なのか、いやー好きですけどね、なんか本当最近食欲湧かなくて、自分にとってはいいことなんですけど、9000枚とか1万枚とかコンプリートねした人に感想を聞いてみたい。うん、いやでもね、やっぱ完走させてからそれをループさせて出すみたいなのがメインですから、完走がしないのよなかなか。そうなんですよね。まずなんてもう朝から打ってて振り出しなんだから。確かにこれ私何まで持ってかれるんだろう。ちょっとね、当たりがねダメだわ。もう深すぎる。これは持たない、コインもお金も。プッシュ、お、こんな感じなんだ。はい、ネメスお台場っぽい。うん。おめでとうございます。きつかったよ、バイオ。647ゲーム。持ちメダルは147枚。あ、これは高設定とかかな。ああ。また出た。いやー、リホリックだけは勝ち越ししていきたいんですけど、いやでもやっぱ前回のプラスがあるから勝ち越してはいますよ、うん、なんか一回一回勝ちで終わりたいっていう欲がありまして、それがまだ第3回しかマイナスではなかったのですが、今日の感じでいくと3の倍数があーやめてーってこと、世界の鍋圧方式いよ、相撲825ゲームなのよ。もう天井やだー。いやこれで当たるしかないんですけど、選択肢はそっから先なんです、問題が。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。やっと山頂までたどり着きました。843ゲーム、よし気合い入れてこう。こっから巻き返したらもう大物 YouTuber。 これでないんでまた入れなきゃいけない。まああるある。ちょうど50分になりました。キリがいくていいね。もう分かんなくなってきちゃった。わあきついね。まあここでなんとかしましょう。はい、まあここまで来れたんでね、はい、マジでなんもない。これもうクリーチャーバトルの保証ですかね。そうですね。いやこんなに冷たくされたこと初めて。人にもこんなにないかも、冷たくされた。あ、これは大丈夫です、はい、これ保証の1回じゃないですか。もう約180だったかな。179、90段。ないかと思った。今目つぶってたんですけど、とりあえずその馬乗せしたゲームでなんとかしましょう。あとはその継続バトルがありますから。ラスト9ですよ。アリアスだ。イケメンやな。かっこいい。出る1回目。いいよ。まあちょっと強いチャンスアップは出てないけど。うわあ。お。あ、大丈夫だ。大丈夫だった。ジャッジゲーム飛ばされました。そうだね。来るか。あ、早い早い。お願いします。ショットガンでっかー。早速かいな。だってもうナビ出てないっすもん。追加か。追加、2段階アップしたい。黄色、赤いった。金やった。今底辺でピヨピヨ焦ってるんで。足りねっす。そうだ、全然今見てなかった。今びっくりした。何これと思って。初めて見たって。ベンデッタボーナスは、はい、10ゲーム1セットのボーナス、最後の最後に来た。なんかナイス。ベンデッタボーナスは10ゲーム1セットのボーナスでございます、で、10ゲーム間に左下にある、アイコンをたくさん貯めていって、10ゲーム消化した後のチャンスゾーンで使って継続させる、1セット目は絶対継続するように。あ、そうなんですね。右下にロケットランチャーっていうアイコンがついてるんで、お、あ、風出てるし。さあ今ね、左の方で鍛えられるんですけど、あ、うん、チャンス告知になってる。出てくる武器によって鍛え度が変わります。なんだっけこれ、ショットガン？はい。なんか静かやな。ああ。出したいとき。で、これってダメだったってことか。そうですよ。で、Sゲーム消化することにそのアイコンを使ってる。あ、そうなんだ。全然ダメじゃん。やばい、弱いぞ。お、うん。よーし。で、それの後にまたボタンが出てきて、ボーナス、ゲーム中の場のせい。おお。ハザードゾーン。お、高っ。これで減らさずに。よーし。だー。おー。いい感じ、マジうまー、減らしてない。緑、あーいったわー、おしよしよし、マジ減らさん、やった、うー急に来るんだ、すごい、諦めない人が勝つ。あ、黒ナビ、しゃー、これ行くわ、はい、頼む、最後だぞ、最後だぞ、おっ、いいったわー、しゃー、やったー、これ残りの使ってない分どうにかさ、多分ゲーム中に換算されます。あ、ゲーム中にしてくれるんだ。おお、これでベンデッタモードとさっきの残った球の分で30ゲームか、30ゲーム、いやー助かる、いやこれは助かりますね、はい、多少は生き返るので、はい、だいぶ違います。いやでも最後こうやって出てくれるとちょっと、いや本当その通りでございます。先ほどまでのやつれた私は私ではありません。さすがにちょっと苦戦をしましたので、なんだよという気持ちになってしまいました。気持ちいいですね、やっぱり。ヒョウ柄。よーし、とりあえず継続でーす。やったー。わー。おー、でもまあ。あー、マリア。頼む。あ、びっくりーし。一つで。着地。今度はナビが出ない。そんなナビ出ないですよね。私が、おお、来た。めっちゃうまいよ。うまいよ。めっちゃうまい。嬉しい。めっちゃ嬉しい。伝わってきて嬉しい。いやいやいや。ちょっと泣きそうになっちゃった私まで。入ることも難しいです。アリアス、あー終わったー、おあげ、レア役レア役、じゃあ強チェリーだね。そうですね、強チェダメだねー、頼む、うわー、まあ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 、こうし、うわ、また出た、やめなさいエイリアン、はい、実戦終了しました、イエーイ、はい、というわけで本日、はい、第6回目の結果を発表させていただきます。はい、投資が2300枚。5万円使っちゃったわけですからね。いやー、きつかったですね。はい、そして回収が1186枚。はい。差枚が−1114枚という結果でございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、途中荒ぶった堀江がたくさん出ちゃいました。ちょっと期待してしまった気持ちがすごく高かった分、ちょっと苦しみすぎちゃったのが辛かったなっていう感じでしたね。なかなか難しい台だなっていうのは打ってみた感想あったんですけども、最後の最後ちょっとね伸びてくれたんで、多少は本当にありがたいなっていう感じで終われましたかね。でリベンジしたいかって聞かれるとしたいですね。やっぱ最後のは楽しかったです、ね。そうですね。はい、なんかやれた感がもうちょい欲しいなみたいな、まだいけるかなみたいな、ちょっと機会があればまたバイオハザードベンデッタを実践して、今日超えたいですね。とにかくはい。そして、本日は負けてしまいましたが、最後までご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしてリホリックはですね、皆さんと共に、番組を作っていくというような趣旨でございまして、最後にお願いなんですけども、もしこの動画が良かったなと思っていただけましたら、応援の気持ちも込めて高評価、応援コメント、大事なのかチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。はい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。またね。今日の夜ご飯はトマト2個と枝豆とニンニクの芽と豚肉です。作ってきます。ニンニクの芽が大好きなんで、8本くらい食べます。切ってね、ちゃんと。はい、一人ご飯が完成しましたので紹介したいと思います。ほぼ作らないんですけど、今日はというかダイエット中なんでちょっと自炊を多めに今月はしてます。というわけで、はい、トマト2玉分大きい、はい、茶豆茹でました。塩もつけました。そしてこちらじゃーん、炒め物です。先ほど素材のままからお見せした状態のものが、ちゃんと生じゃなくなりました。焼きました。にんにくの芽たくさん、これ絶対一人で食べれないので、はい、今日と明日でいただきたいと思います。それでは今日もお疲れ様でした。いただきます。